はい、えー、どうも皆さん、こんばんは。えっ、ー、と、昨日ですね、昨日、パソコン談義ということで、えー、このような動画を投稿させていただきました。まあ、4K 映像がね、サクサク編集できるといいよねっていうね、はい、えー、そういう動画をアップしたんですが、えー、そしたらですね、やはりあの、パソコン好きな方、詳しい方非常に多くてですね、多くのコメントいただきました。ありがとうございます。 まだね、ちゃんとあの1つずつにあの返信できてないんですがえ、ちょっとね、コメントピックアップさせていただくと、えーまあ、よっちゃんさんの悩みだと、グラフィックボードね、大事だよと、えこれ、変えるだけでもだいぶ快適になるかと思いますよっていうご意見とかねあ、やはりね、こちらもね、鴨サブレさん、ビデオカードは最高峰が欲しいですねって、M.2SSD を使いたいですねとかね、あ作業領域もね、はい。 あのシステムディスクだけじゃなくて作業領域もね、両方 M.SSD 使いたいですねってね。とかね、まあ、えー、藤本動画さんにもね、この方もね、あのライブ環境がね、マルチになってて、すごいなと思って、昨日、あの、ライブ配信見たらね、あれもちょっと僕の、まあ今後の課題かなって思いながら。はい。で、安水さんはね、すごくね、確かね、いいパソコン持ってらっしゃるんですよね、この方。 で、えっと、サイトもね、ご紹介いただきまして、で結論、えぇ、ー、まぁ、あ、インテルのね、インテルの CPU、9900K だったっけうん、っていうのがいいんじゃないか、ということで、えー、ご意見いただきました。はい。あ、すでになんかコメントもらってますね。保証もしっかりしている BTO マシーンで組み上げるとここらになりますね。はぁ、あ。 これはんで、それから、よっちゃんさんのご希望のメモリー 64GB にすると35万程度。グラボは最強クラスの 2080Ti が搭載されていますので問題なしかと。CPU が高性能だからといって、グラボは絶対に妥協しない。はい、わかりました。<laughs> 将来、6K 映像とか扱うときに、グラボのメモリー容量が効いて、あ、なるほどね。うん、6K ね。6K とは言わず、まあ、8K ですね。ゆくゆくやっぱ 8K に行きたいじゃないですか。 で、あと追加するとすれば、えー、編集データを格納する高速 SSD の追加も、1TB、ああなるほどね。うん、格,格納する高速、さっき言ってたやつですね。作業領域も M.2 の SSD。で、えー、仕上げた映像データの格納には、えー、普通の大容量ハードディスクも追加しておくと便利です。なるほど。ちょっと PC 工房のとこ見てみましょうかね。一旦ちょっとね、何が出てくるかわかんないから、画面キャプチャーオフにして、で、ここちょっと一遍、 リンク入ってみます。これ表示させていいのかな大丈夫かなはい。はい。こんな画面が出ました。でね、ちょっとクロップを解除しましょうか。これを。いはい。こんな感じのね。今これ見たばっかり。えー、っと、パソコン工房ですかね。 はい、の、なんだ、Windows 10 Home 64bit。Core i9 9900K。えー、私、パソコンのこと全然わからないからね、ちょっとあのご容赦ください、ね、で、えっと、32GB ね。まあでも64がいいかな。私的には。うん。で、あえっと、グラボがね、RTX 2080Ti。うん。 っていいいいうやつがいいみたいですね。ここは妥協するなというお話でしたで、えー、電源は 700W で279,980円あただここからちょっと多分カスタマイズしていくんですよねちょっとカスタマイズしてみよっかはい一旦ちょっとここ画面進んでいきます大丈夫かねこれ見せても大丈夫だね もう一遍オンにしますちょっと見にくいかなでっかくしましょうかね。で、私がちょっと横に行こうか。あ、違うわ。はい、こんな感じ。で、えー、っと、本体価格が27万9980円で。税込みで31万円となってます。下取りサービスなし。OS はまあ、これ、プロにしようか。 で表計算とか、まあ、ここら辺は別にいいよね。ウイルス対策もまあ別でいいから。これもいいよね。ペンタブもいらないし、プロセッサーは、まあ、これは変えられないですね。9900K ってやつ。はい。で、冷却グリス。ここも特に今のところ考えたな、ね、CPU クーラー。これももうすでにあるのかなはい。ごめんなさい。全然知識ないんだね、私ね。<laughs> で、えっと、メインメモリー。あー、これ 64GB だと、はい、こっちクリックします。プラス4980円。ね。で、えっと、M.2 SSD っていうのが、あ、OS 用にね、これおすすめ。やっぱりね、1TB がいいんですよね。システムのディスクはね。今ね、結構ギリギリなんですよ。私もね、500GB なんですけど、うん、余裕がないんだよね。Adobe とかさ、じゃんじゃん入れていくとね。 で、追加の SSD が、まあ、基本がなしになっているけど、そこはやっぱり、この 1TB の SSDM.2、うん、これかな。プラス16,980円。で、ハードディスクが、ハードディスクが、まあ、これもじゃあ 3TB ぐらいのやつやっとこうか。で、ここら辺はよくわかんない。DVD だよね。 カードリーダーはカードリーダーも入れましょうか。はい。チップセットとかよくわかんない。グラフィックアクセサレー、アクセラレーターもよくわかんない。いや、というか、これはグラボはあれか。2080ti。はい。で、あ、ネットワークカードとかこれはいらないかな。電源はまあ、これでいいのかな。ケースファンとか、 ケースとかスピーカーとかヘッドホンとか、うん、キーボードとかもよくわかんないし、マウスもわかんないし、これでいいんじゃないかな。標準で。で、メニあの、モニターもいらない。モニターいらない。はい。以上。以上だね。これで、ああ、今ね、合計金額ここに書いてあるね。右上に。40万488円。はい。ってな感じになります。今の僕のチョイス。 ね安水さん、これ今の僕のチョイス何か間違ってますかこれこ、こんな感じでどうなんかな ?40 万488円になりました。これ、間違いないですかねなんかこれ抜けてるよっていうのがもしあれば、今、バーッと適当にやったんでね、教えていただけたらと思います。はい。で、これはこれです。これはこれなんだけど、今ね、あの、せっかくコメントいただいたんで、私、このようにしましたが、えっ、ー、とね、 今度はね、えー、っと、また YouTube の画面を出してですね、あ、これでいいかなはい。で、オン。ちょっと小さくします。はい。あの、いろんな方にね、コメントいただきありがとうございました。ね、いろんな方の意見をね、参考、取り入れつつって感じでね、 でえっと、この方はですね、Core i9 9900K が出たばっかりで、BTOPC は、えー、RTX2080 に、メモリ 32GB ですが、えー、っと、はい。うんとなんだ、なんだなんだなんだメモリ 32GB ですが、うん。 プレビューがきついときもありますね。うんなるほど。ああ、これ辺ちょっと分かんない。これまた別の CPU ってことですね。はい。で、ストレージの速いもの、SSD、M.2、NVMe を導入するのが一番だと思います。あ、さっきのやつっていうのはそれに相当するんでしょうか。CPU が16コア32スレッドってすごいですね。メモリー64。 えー、GPU も 1080Ti ってやつ。SSD が 2TB、はあ。ハードディスク、RAID5、24TB ってすごいね。<laughs> これ、いくらするんですかね、これ組むと。そこがちょっと気になる。はい、この方はですね、えー、普段使うパソコンは自作パソコン。Ryzen、スレッドリッパー 2920X、12個は24スレッド。 で、システムメモリーが 32GB。M.2 SSD。はい。ああで、この辺がわかんない。グラフィックスカードが RX59。ああちょっとわかんないですね。なるほど。ゲーム画面も録画するのでパワーがいるということですね。私も今ね、こうやってキャプチャーして録画してるんでね、なるべくあの CPU 早い方がいいですよね。あの、性能がいい方がいいですよね。で、えっ、ー、とね、私もね、ちょっと調べてみたんですけど、 ちょっと皆さん、これどうかなっていうのがあってね。一遍ちょっとこれオフにして。すいませんね、これ。もう一発収録で私、普段やってるんで。えー、っと、こうして、で、こうして、これでいいかな。はい。えー、っとね、さっきはパソコン工房でしたけど、今度は、なんだこれ。マウスマウスコンピューターってところね。皆さんご存知かな。マウスコンピューターっていうところの、 クリエイター向け PC ブランドダイブピックアップで、うん、こういろいろずらずらって並んでんだけどそうそうそうこれがねさっき言ったコア、えー、i9 の 9900K ですよねでこれの1個上にさ i9 の 9980XE っていうのがあるよねこちらはどうなんですかねコア数が違うんでしょう いやーそんな CPU の性能を上げても意味がないよとかね。そこら辺のちょっとご意見あったら教えてほしいなと。で、それをクリックすると2つあって、2つありまして、よし2つありましてね。で、えーっと、左側が37万9800円のやつ。Windows 10 Home 64bit。 うん、CPU が i9-9900X。はい。これさっきのやつですね。で右側が i9-9980XE ってやつ。うん。で、グラフィックスが RTX2080 スーパーっていうやつですね。で、えー、RTX2080Ti。こっちの方がいいのかなはい。で、メモリーがこっちが64で、左が32。 SSD は同じ、512GB。うん、これをさ、カスタマイズしてみるとどうなるか。カスタマイズすると、えー、また上の方をちょっと飛ばしてですね、あ、OS はプロにして、で、モニターとかなしだね。 CPU はまあこの 9980XE っていうのが18コアだねすごいね18コアあるんですねいやそりゃ壊す多い方がいいよっていうご意見だったらまあそこに従う従おうかなって前向きに検討するしいや9900で十分だし9980にしてもそんなにあのええ体感差ないですよっていうんだったらそこはあのコメントいただきたいなとただ18コアってすごいねうん大きりゃあの 多い方がいいのかそれとも大きいらいいってもんじゃないのかちょっとそこが知りたいですねでこのグリスとかはちょっと置いといてあメモリもすごいねこれ128っていうのができるんだねあちなみにさっきのこの左側のモデルっていうのはメモリを128までできたのかなメモリはさっきの安い方はあできるねできるね どっちもメモリーは増設できるんだ。はいはいはい。じゃあ、ちょっとさっきの状態でねで、進んでいくと、はい、OS はプロフェッショナルで、で CPU はまあこれで,で、メモリが 128GB 試しにね。で、まあ、電源は選べないね、1200W ってそんなにいらないのかもしれないけど。 高額ドライブはまあブルーレイにしておきましょうか。で、えー、っと、外付けはいらない。カードリーダーは、カードリーダーはいるよね。で、M.2 の SSD は、なんだ。これ512だけどさ、いや、これやっぱり 1TB いきたいんですよ。1TB。これ何が違うのかなこれ上と下で、あ、ジェネレーション3ってやつがなんか良さそうだね。 ジェネレーション3ってやつ。うん。これいってみようか。はい。で、SSD。こっちは、あのー、あれですかね。えー、っと、システムドライブじゃない方ですかね。で、これも 1TB の SSD。うん。で、えー、バックアップ用の、まあ、3TB ぐらいのハードディスクがあり、外付けストレージなし、ケースなし、 サービスなし。グラフィックスは 2080ti。これはまあまあなスペックなんですかね。はい。で、まあ、その他はもうそのままでいいよね。あのモニターもいらないし。はい。で、やったときにいくらあ、もう出てるか。70。<laughs> 70ちょっと待って。73万4千円。70。ん税別ああ、違うわ。 税込80万6740 <laughs> さっきさ40万って言ったやつがなぜかあれこれ持っていくと80万になってるってさこれは妥当な金額なんですかねあのどうなんですかこれ今私がまあ適当にチョイスしたやつがまあなんやかんや持っていくと80万になりましたでいやそれはお金かけたらかけた分だけいいでしょうっていうご意見もいただきたいし いやいや、ほんなん40万で十分だよっていう意見もあるでしょうし、そのあたりのちょっとあの見解っていうのを私本当あの素人でわからないんで、もしできましたら、まあ、あの簡単にコメントいただけたら大変ありがたいです。はい。もうあの本当はあの叩き台的にね、適当に選んで、で、こんなになったと。128ギガのね、はい、メモリですよ。64でいいところをね、はい、にやりましたし、うん。 で、CPU もね、何だったっけ ?18 コアだったっけ ?18 コアってすごいんですかさっきの、えっと、9000だともっと壊す少ないですよね。8コアとかですよね。はい。なんやかんやで80万になってしまったというのが、はい。果たして、その映像編集においてどうなのかっていうところ。はい。申し訳ない。あの、何度も言いますけど、本当にあの、パソコンのことはよくわからないです。はい。ご意見いただけたらと思います。以上です。 ありがとうございました。